はい、こんにちは、今日はね Amazon の方で届いたものがあるんで紹介していきたいと思います。はい、こちらですね。こちらようやく今日届いたものです。でこちらは、エレコムの低反発リストレストというもので、はい、僕がね使ってるこちらのこのフニフニの、もっと長い版ですね、キーボード専用のリストレストを、はい、買ってきました。開けていきたいと思います。こちらが本体になります。やはり柔らかいですね。これ本当はキーボード専用で、結構レビューなどで短いなどがあるんですが、キーボードにリストレストがあるので、こちらはマウスパッドに使用したいと思います。確かねゴライサスのマウスパッドとサイズは同じだったはずなんですよ。とりあえず開けてみましょう。はい、こんな感じです。すごいこのうわーんっていうか、こちらと比べるとこちらの方が柔らかいですね。テープも取っていたいと思います。メイドイン台湾ということでね、台湾製ですね。まあエイサーも台湾製です。表面はすごい柔らかいです。ここでね本当にねマウスパッドで使ってる時はねすごい使いやすくていいんですが、後ろはね貼り付くつか滑り止めですね。はい、こんな感じです。これはねやっぱりストレスとかねすごい使っててね疲れがやっぱりないんで、すごいおすすめ商品ですこちらはね。ということでね、これは今後使用していきたいと思います。ということで今回ねこちらのね低反発エレコムのリストレストの開封動画でした。以上です。